皆さんこんにちは。今回もご視聴くださいまして誠にありがとうございます。先日根室本線の存廃問題の動画で少し触れました留萌本線の存廃協議ですが、今回の動画ではもう少しこの件について深掘りしてみたいと思います。今回お話しするテーマはこちらの3つの点です。まず留萌本線存廃協議のこれまでの経緯。現在留萌市は廃線を容認し、他の自治体が存続を求めている理由、そして現在協議されている深川駅から石狩沼田駅または海老島駅までの部分存続の可能性です。ではまずこれまでの経緯を振り返ってみたいと思います。留萌本線の存廃議論は2015年から始まっており、2015年6月 JR 北海道は留萌本線沿線自治体と非公式に協議を行い、留萌本線の全線廃線を打診したとされています。この時は増毛町とチップ別町が廃線を容認したと言われています。その後留萌市も廃線を容認し、2016年12月4日特に数字の悪かった留萌駅から増毛駅の区間が廃線となりました。廃線前のこの区間の数値は1日の利用者が39人、営業収入年間700万円に対し営業損益は1億6000万円の赤字だったと言われています。増毛町の住民にしてみれば、車の利用はもちろんのこと、高齢者や学生の留萌までの足は事実上バスに移っており、駅での乗り換えが必要な列車よりも学校や病院に直接アクセスできるバスの方が利便性が高かったと言われています。また札幌方面の移動については高速バスがあります。しかし現在この札幌から増毛の間の高速バスですら維持が困難なようで、対札幌を考えても増毛町にはもはやバスですら不要と見るのが適当で、鉄道路線の廃線はごく当然だったと考えるべきです。廃線問題については鉄道会社が地域を見捨てるという論調がありますが、地域が鉄道をすでに見捨てていたのかもしれません。また鉄道が徐々に時代に合わなくなってきたのも事実です。2016年11月18日には JR 北海道が当社単独では維持することが困難な線区を発表し、留萌本線は輸送密度200人未満の線区にして、 JR 北海道は廃線バス転換の方向を示しました。2020年、留萌市が廃線を容認し、深川駅から石狩沼田駅または海老島駅までの区間存続へと議論が移っています。 JR 北海道は区間存続の場合、折り返し設備として4000万円の初期投資、これに加えて石狩沼田駅までの存続の場合年間3億4500万円、海老島駅までの存続では年間3億8800万円の赤字補填が必要と発表しました。この赤字補填額は2019年度の収支、深川駅から留萌駅の区間の営業収入3800万円、営業費6億9900万円、営業損益6億6100万円の赤字金額がベースとなっています。2021年2月2日、JR 北海道と沿線4市町で会議が行われ、JR 北海道は部分存続に否定的な見解を示し、留萌市はこの会議をもって正式に存廃協議会を離脱、沼田町、チップ別町、深川市の3市町が部分存続の可能性を探り、今後も協議を続けていくことになりました。ただ、この赤字補填額については、チップ別町は町の財政では持たないし、町民の理解も得られないと思うと発言。深川市長も重い金額であり毎年の金額なのでと発言しています。これが現在に至るまでの簡単な経緯です。私が調べた限り、チップ別町は2016年の時点で廃線を容認していたと思うのですが、現在でも存廃協議に加わっています。どこで方向性が変わったのか、もともと廃線反対だったのか分かりませんが、ともかく現段階では部分存続を目指す協議に加わっています。もしチップ別町のこの事情についてご存知の方がいらっしゃいましたら、ぜひコメントください。さて、留萌市は廃線を容認して他の3市町が部分存続を目指しています。それは一体なぜなのでしょうか。これは町の規模と場所が関係しています。沼田町の人口は約3000人、チップ別町は約2300人、非常に小さな町であり、すべてのインフラが町内にはなく町の外に行かないといけないことが数多くあります。特に沼田町、チップ別町には高校がなく、深川方面への通学需要があり、これが路線存続を求める最大の理由となっています。
この区間をバスで通学すると所要時間が長くなり、1ヶ月の定期代は約9000円ほど高くなるそうです。少子高齢化に悩む地方の市町村では子育て支援が大きな課題となっており、通学が困難になれば町自体の魅力がなくなり、さらに過疎化が進むことになります。沼田町の市長はそれを懸念しています。同じく路線存続を求める深川市では、市内にある留萌本線の駅は北一山駅のみで、近年この駅の利用者はほぼゼロです。深川市が留萌本線存続を求める理由はないように思えます。これは私の推測ですが、深川市が留萌本線存続を求めている理由は深川市民のためではなく、深川市内の高校のためではないかと思います。つまり深川市内の高校が沼田町、チップ別町からの学生を受け入れており、これらの学生の足を守るためではないかと思います。さて、一方廃線を受け入れた留萌市は人口約2万人、決して大きな町ではありませんが、沼田町やチップ別町とは段違いで、インフラがかなり整備されています。例えば市内には道立留萌高等学校があり、市内の高校生の8割以上が通学しています。そして留萌市立病院は総合病院なので、大半のケースに対応できます。つまりほとんどのことが市内で完結し、高齢者や学生といった交通弱者に対する鉄道のニーズがほぼ皆無です。また2020年3月28日、深川留萌道が全線開通しました。これにより鉄道の重要性がさらに減少し、留萌市はインターチェンジ付近の再開発を進め、街づくりの中心に自動車道を据えています。こうした状況の中、留萌市に鉄道を存続させる理由は見当たりません。無理やり存続させるとすれば、留萌本線の線路距離の半分以上が留萌市に属するため、赤字額約6億6100万円の半分以上の負担が必要となります。これでは留萌市にとってどう考えても費用対効果がいいとは思えません。このように留萌市にとって留萌本線というのはもはや必要ないということがお分かりいただけたと思います。では深川市、チップ別町、沼田町が求める部分存続は可能なのでしょうか。先日の根室本線存廃問題の動画でも触れましたが、国交省が提示した令和3年度からの JR 北海道への支援策の中に、輸送密度200人未満の路線、いわゆる赤色線区への支援策は盛り込まれませんでした。北海道も費用分担をしない姿勢を見せています。なんせ現在の北海道の鈴木知事は、夕張市長時代に自ら夕張線の廃線を申し出た人です。いずれにせよ、国もどうも支援しないということになりますと、深川市、チップ別町、沼田町がそれぞれ年間1億円ずつを負担するということになり、これは人口数千人の町にとっては重すぎます。先ほども述べましたように、チップ別町長は町の財政では持たず、町民の理解も得られないと述べています。このようにもう外堀は埋められた状態なので、残念ながら廃線やむなしという状況です。今後の焦点は廃線に伴う代替バスの利便性の確保で妥協点を見出すことになると思います。具体的には、まず鉄道よりも便利になればいいので、鉄道と同等もしくはさらに便が増えれば利便性が大きく向上します。次に沼田町やチップ別町から深川市内へのバスの所要時間短縮ですね。現在鉄道よりもバスの方が時間がかかるということなので、鉄道と同等までは言わないにしても、ルートを変更するなりして時間の短縮が可能か検討の必要があります。高校生の足が一番のネックということですので、高校の前のバス停まで直行するようなルートに変更できればなお良いと思います。そしてバス運賃は鉄道よりも高いということなので、運賃値下げです。鉄道の赤字路線存続には非常に厳しいのですが、バス転換にすると優しくなるという助成金のシステムがありますので、鉄道と同等の運賃とまでは言わないにしても、運賃値下げはある程度可能だと思います。一律の運賃値下げではなく、行政単位で子育て支援として通学定期補助のシステムを作っても良いでしょう。これでも年間1億円をかけて路線を存続させるよりももっと安く済むと思います。これらの施策を取れば、鉄道廃止による利便性の低下がある程度補えますし、町民の鉄道廃止に対する理解を得やすいと思います。というか、そもそも沿線住民で鉄道廃止に反対している人ってそんなに多くないと思うので、バスで便利になれば話はすぐにまとまると思うのですが、どうでしょうか。毎度毎度鉄道切り捨てみたいなお話をして本当に申し訳ないです。特に路線維持に関わっている沿線住民の方には本当に心苦しい限りです。
私だって鉄道路線は残ってほしいとは思っていますが、現実と向き合ってきちんと状況を整理するとこういう結論になってしまいます。ご理解をいただければ幸いです。では今回の動画は以上とさせていただきます。今回も最後までご視聴いただき誠にありがとうございました。次の動画でお会いしましょう。さよなら。